ドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。どうも、サンドウィッチマン伊達です。富澤です。始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。始まった。この番組は FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。この番組のメッセージは、mail@fm797.co.jp。mail@fm797.co.jp までお寄せください。797は数字でございます。お願いします。お願いします。これね、YouTube になってから、非常にね、メールも増えて。メールが異常に来てますね、これ。ね。すごいな、今日も適当にね、読んでいきたいなと思います。適当に読むんだ。りょうさん。はい、どうも。8月1日のサンドさんとキスマイの仙台旅見ました。ありがとうございます。キスマイは2011年デビュー、を感じますね、うん。震災以降の小学校、子供たちも大人の皆さんも屋上でどんな気持ちでいたのかと思うと涙が出ました。荒浜小学校ね。いつか北山くんも一緒に福島へ来てください。うん、素晴らしい番組、ありがとうございました。ね、北山もね。うん、北山もそうですね、子供たちもね。そうね、うん。まあまたみんなで、とか行きたい ね、 ね。なんかすごい、数字も良かったみたいなんでね。ああ、ありがとうございます。またロケ企画やりましょうなんていう話はしてましたけど。うん、ね、うん。ぜひ福島もね、行ってみたいですね。はい。ミミちゃん。はい、どうも。こんにちは。ミミちゃんと申します。ミミちゃん。どうしたミミちゃん。前回初めて送ったメールが読まれず、うん、これも多分読まれないと思いますが、いやいやいや。届けこの思い。ああ、届いてますよ。キスマイとの仙台旅見ました。はい、キスマイの皆さんがいろいろ食べてお腹いっぱいなのに、新しい仙台名物を食べるためにうめえと興奮する様子がとっても可愛かったです。そうそうそう。そしてその様子を嬉しそうに見るサンドのお二人にも癒されました。ああ、よかったです。絶対にこぼれるスイーツ生パイ。食べてみたいです。うん、生パイうまいよ。サンドさんのライブツアーもいつか行ってみたいです。はい。滋賀にも遊びに来てくださいね。滋賀ね。毎日暑いですが、お体ご自愛ください。ああ。滋賀。滋賀。琵琶湖。琵琶湖、大津。ね、琵琶湖バレーとかいいな、行きたいな。ぜひ仙台も来てください。ライザップさん。ライザップさんどうも。突然ですが、うん、自分の一番好きな料理は立川の伊勢丹にある仙台牛タン宮城というお店の牛タン味比べランチが特に絶品で、ぜひトミーにも金髪パンダにも食べてほしい。誰が金髪パンダじゃごめん。今回メールしました。はい、何よりそこの牛タン味比べランチは塩ともろみ醤油の牛タンにとろろをかけて、自分は食べるのがおすすめですが、うん、牛タンの香ばしさととろろのネバネバ感のマリアージュ、マリアージュ、マリアージュ、半端なく好きで、そこに麦飯を合わせたらもうよだれが止まりません。いや食べろよ。また青唐辛子の味噌漬けに牛タンと合わせて食べるのもまた辛みがいいパンチを効かせていてよく。うん、いろいろ組み合わせて料理を楽しむことができるのでお忙しいサンドさんですが、時間があったら立川の伊勢丹にあるので食べに来てください。以前中学3年生と言いましたが、受験が終わったらまた食べに行きたいと思います。うん、またメールします。ありがとうございます。味比べ定食、何が味、塩ともろみ醤油の牛タンが味比べなの。そうだね。うん、でとろろね。うん、麦飯ね。うん、まあまあいわゆる牛タン定食の、うん、テールスープついてないのかな。テールスープ入ってないですね。ね、うん、まあ、いろんなとこ牛タン屋さんあるし、でも今牛タンすげえ高いからね。ああ、そうなんだ。高いよ。もともとね、そんな安いもんでもないですけど。この間仙台で食いに行ったけど、うん、1.5 人、だいたい 1.5 人前頼むじゃん、牛タン。うん、それで2000いくら、2800円とか。前、どんぐらいですか？ 1500 円とか。ああ、だいぶ上がってるね。だいぶ上がってる。まあだから、なんだろう、普段のその、お昼ご飯ランチ、うん、仕事の合間に行くランチとしては高いよね、どう考えてもね。そうだね。だから比較的どっか他県からお客さんが来た時に連れてくみたいな、うん、ごちそうだからね。うん、でも混んでるよ、相変わらず牛タン屋さんね。うまいですからね。美味しい美味しい。うん、ありがとうございます。はい、どうも。ウォシュレットは飲料出た。ウォシュウィン。サンドイッチマンさん、手鏡、あ、違う、こんばんは。何と間違ってる。3年前に富澤さんと伊達さんと握手をさせていただいたウォシュインです。握手、以前のメールでお二人を生で見れる日が来ることを願っていますと送りましたが、はい、あれはお二人のライブツアーを生で見れる日が来ることという意味で送らせていただきました。はい、言葉足らずで申し訳ありません。いえいえ。お二人が NHK の番組で大分ロケに来ましたよね。大分、
その時に握手させていただきました。別府かな、まだ当時は御朱印ではなかったです。ただあの時のお二方の優しい対応、当時は目の前にお二人がいることに舞い上がり、興奮しまくっていたので、無我夢中で握手をさせていただきましたが、せっかくのカメラがオフの時にずかずかと握手を求めたことは、冷静になると迷惑だったんじゃないかと思い、申し訳ない気持ちで夜も眠れました。寝てんじゃない？伊達さん、もしかして今、眠れたのかよ。ならいいじゃねえか。ツッコミありがとうございます。まあ、ならいいじゃねえか言ってねえから。今日に記す。なんだよ。English, today, write down!何言ってんだこいつ。今日に記すことを探してもらったんですが、見つからないので、ここで失礼します。大分で？あれだよね、お風呂いただきますよね、多分。あの、秋山くんと一緒に行ったんだよ、大分はね。その時に。どこで会ってんだよ、だからな。ご主人と。どこで腹立つわ。何なんだよ、マジで、本当に。まだ、この時はまだご主人じゃなかったから。うん、御朱印じゃなかったってなんだよ。いつから御朱印なんだよ。ねえ、もうぜひ会うときは言ってくださいね。私が御朱印。いや、本当だよね。うん、こんにちは。靴下です。なんだよ、それ。靴下と呼んでください。靴下。何回目かわからないけど、何回目かの投稿です。過去にも読んでいただいて嬉しく思います。ありがとうございます。忙しくて予定の時間が迫っているんですが、現実逃避的にメールしています。 いいよ、忙しい時メールしなくて。先日車で小旅行した時に面白い看板を発見しました。うん、たくあんパン。たくあんパン、なんだそれは。はあ、よく見る前に通り過ぎてしまいました。うん、ちくわパンみたいなのかな、ひじきパンみたいなのかな、はい、どんなパンなんだろうと想像してると、道の先にたくあんパンの上りが。はあ、これは買う以外に道はなしと思い、うん、お店に飛び込みました。これはもう当たり前ですよ。伊達さん、富澤さん、買いましたよ、たくあんパン。おー、もう時間がないので今日はここまでです。いやいや、教えてくれよ。いつでも皆さんを応援しています。なんだよこいつ。なんであってもおかしいだろ。全くたくあんパンがどんなものも言わないですよ。あれでもなんかたくあんパンって知ってるな。たくあん入ってる、うちのライブで出してないかな、あの出たかな、男シリーズかなんかで。もしかしたら、ね、刻んだたくあんがサラダパンかなんかで、サラダパンみたいに挟んであるみたいなね。なんか僕も見た記憶は、たくあんパン、どこの人書いてない、書いてないね。どこのやつだよ。たくあんパンの検索して滋賀が出てきます。ただ小旅行した時にだからね、関西の方か。まあサラダパンですね、やっぱりそのたくあんパン。そうだね、サラダパンね、謎の食べたこともあると思う。なんか意外とね、合うんだよ。そうね。詳細を書けよっていう話ですけどね。本当ですよね。なゆきさん。はい。こんばんは。こんばんは。20年以上前ですが、沖縄の南、大東島。南大東島。はい。旅行した時のこと、郷土料理の店で食事をしたんですが、そこで目についた張り紙、インガンダルマあります。という言葉。インガンダルマ？なんだろうと思いましたが、はい、沖縄限定の魚と聞いて、はあ、これは食べてみたいと刺身でオーダー。うん、すると店の親父に、初めてなら無理せず3切れぐらいにしておけと言われました。どういうことかと思いましたが、うん、出てきたインガンダルマという魚の刺身は、うん、超絶的な脂身で度肝を抜かれました。ですが私はそのうまさにドハマりして、はあ、3切れどころか全て平らげました。いや、うまかった、うん。そして地獄の始まりは翌日の朝です。何何、あの超絶脂身のおかげでお尻がゆるゆる、おもらしが止まらず何度もトイレに駆け込む事態。インガンダルマという魚はあまりにも脂が強烈なため、たくさん食べるとお尻がナイアガラの滝になるということを知らされました。店の親父が注意したのはそういうことだったのか。そういうことだったのか。しかしもう遅い。その日の観光はまともにできず、パンツの替えもなくなり、仕方なくドラッグストアで大人用のおむつを緊急購入したそうです。マジか。これがなかったら何もできなかった。後で調べたら、このインガンダルマに何人もの若手芸人が激震されたようです。伊達さんならクソ地獄で済みそうですが、富澤さんなら即死です。おそらく今はもう食べられない魚かもしれませんが、沖縄に行ったら探してみてください。本当にうまかった。あれはハマるだ。インガンダルマ、インガンダルマ、今田中が調べてると思います。はいはい、インガンどういう魚なのか。脂がすごいんだ。あら、ゆるくなっちゃうんだ、甘か。油はすごい。バラムツって名前みたいですね。バラムツっていう。バラムツ？ムツ？
え、油がすごいとそんなお腹やっちゃう？あの、うん、みたいよ。だから大トロばっかり食べ過ぎたりすると次の日お腹壊したり。食べると肛門が言うことを聞かなくなる。マジか。いつも言うことを聞いてるあの肛門が。あの肛門が言うことを聞かない。肛門が言うことを聞かない。おい、俺の言うことを聞けっつって。インガンダル。なんかまあなんか。ああ、もう真っ白いやつ。真っ白い感じですね。まあだから。もう見た感じ別に。中太郎とか。まあ確かに油は。油の塊みたいな。すごいよね。そうなんだ。へえ。名前が面白いね。インガンダルマ。ダルマっていうの深海魚らしい。深海魚か。なんか目飛び出てるもんね。いろんなのいるね。ね、見つけたら食べてみてください。はい。小田作さん。はい、どうも。初めてメールさせていただきます。このラジオは毎回グレープカンパニーチャンネルで楽しませてもらっています。嬉しいね。ありがとうございます。私はサンドウィッチマンお二人の大ファンで、ちなみに本名は富澤さんと同じ富澤です。テレビで富澤というテロップが出ると興奮します。あら。昨年は神奈川県民ホールのお笑いカーニバルと、笑い市ライブ藤沢でようやく生サンドを見られてとても感動しました。ああ、ありがとうございます。笑い市では生小島さんも見られましたし、ライブ後は伊達さんに誕生日プレゼントを買いに出かけた雷のお二人にも、うん、藤沢のオーパというデパートでも会えました。ああ。ずっとライブツアーも見に行きたくて申し込みしていますが、残念ながら今回も外れてしまいました。ああ、すいませんね。今回はこの暑い中、ひたすら外を歩くロケを得意とするお二人に。得意じゃないんだよ。さらに日本の富澤界の頂点に立つ富澤さんにお伺いしたいことがあってメールしました。はい、さて私はとても蚊に刺されやすいので、ああ、この季節ちょっと外に出ただけで何箇所も刺されとっても辛いです、うん。夕方の愛犬の散歩もいつも覚悟して出かけます。うん、お二人は虫に刺されやすいとかありますか？ああ、また外歩きロケの時は虫除けスプレーとか対策するんですか？うん、何か蚊に刺されないようないい対策はありますでしょうか。私の勝手なイメージでは伊達さんはすごく刺されやすそうな感じで、富澤さんは刺される前に蚊が逃げていきそうなイメージそんなイメージですキングオブ富澤さん、素晴らしい答えをよろしくお願いします。蚊にそんなに刺されないかな。俺は今ジーパン履いてるけど右足に5箇所ぐらい蚊刺されてる。あ、食われるんだ、うん。あれだ、血液型によるでしょ。俺 A 型だけど、なんか、なんだっけな、O 型の血が刺されやすいんだっけ。 O 型がまあ刺されやすいっていう、ね、年は、あれなんかわかんないですけど。この方、小田作さん O 型なの、なのかもしれないけど。なんかでも、25度から28度くらい、うん、要するに気温が蚊が活動しやすい。30度超えちゃうと蚊も、動けないって言いますね。そう、だから、猛暑が続くとあんまり、うん、活動してそうイメージはない。なんかね、そういう話ですよね。秋口とかやばいかもしれないですね。うん、うん、ね。そうそう。今年は暑すぎるからね。よっぽどでも、森とか行かない限りあんまりスプレーとかしないですね。うん、そうね、うん。意外とね。俺は AB 型だけど、あんまり刺されないかもしれない、ね。だから、あれなんじゃないですか。血をまずくすればいいんじゃないですか。血をまずく。めちゃくちゃタバコ吸ったり。でもさ、なんか俺耳たぶ、ね、うん。でっかいんだけど、うん、ここ蚊に刺してほしい。なんで？耳たぶ書くの気持ちいいじゃん。もうなんかでも刺されたことあ、耳食われたことあると思うけど、そう、すげえ嫌だったけど。耳、俺も何回もあるけど、うん、刺してほしい、耳たぶ。変な性癖、ね。性ではないですよ。癖だけど。耳たぶは刺してほしい。気持ちいいから。まあ、血出るまでかけますけどね。結局。ただ、だからなんかほら、ミントっぽい香り。ああ、発火のやつとかね。あと、なんだっけ、でっかいトンボ、オニヤンマ。オニヤンマ。のキーホルダーみたいなのある。ああ、あれが、あれ持ってるだけで、蚊が警戒して近寄ついてこないみたいな、ね、うん、って言われてる。ただ毎回びっくりするけどな、あれ気持ち悪い。気持ち悪いよね。あ、たまにつけてる人いますけど、ね、いるね。やってみてください。効果あるから。はい。蜂も来ないっていうもんね。ね、うん、人生クソだるさん。はい。
みきおさん、トミーさん、こんばんは。どうも。人生クソダルの部屋に小バエが繁殖していて、汚いな、大変なことになっています。うん、ハエの温床になってるんです。いや、なんとかせえよ。もう仕事辞めてハエのブリーダーになるわ。いや、誰が、需要がないよ、それは。なろうか否か、助けてください。知らないよ。小バエ、え？小バエってだってあれじゃないんじゃないの？ジュース飲んだ缶とか置いといたら出てくるんじゃないの？何にもないのに出てくるの？出てくるし、あと小バエってさ、俺ら一緒に住んでた時に出てたけど、うん、なんか甘い、コーヒーとか置いとくと、勝手に溺れてるじゃん。うん、あれ何なの？わかんないけど。あれさ、プールとかもそうだけどさ、うん、勝手になんか死んでるじゃん。だから、水面からは飛び立てないんだよね。うん、要するに。あ、なんで入んのあれ。水飲みに来てる。まあ、飲みに来てんじゃないの。そういうこと。最後に水飲んで死ぬんだろうね。飛び立てないなら踏ん張り効かないからね、水面。ああ。うちもめっちゃ出るんで。小バエ？風呂やばいんですよ。風呂入ろうとったら10匹ぐらいガッているんですよ。小バエが？なんで？あの、うちの風呂が、なんか、別に、あ、古いとかじゃないですけど、なんか多分取り外せるやつあるじゃないですか。風呂がまあ、で、多分新しいやつなんですけど、うんうん、で、多分奥の方にいるんやろな。もう、多分電気つけたら。え、外から入ってくるの？いや、多分その、いるの？排水口から出てくる。あのね、うちもマンションで、小バエっていうか、あのハート型のちっちゃい。あ、あれです、あれです。あれでしょ？あれ小バエじゃないです。あれじゃないの。あれは、なんとかバエって言うんだけど、小バエってほんとちっちゃいやついるじゃん。なんかあの食事についたりするやつ、うん。で、そのハート型の羽ついてるようなやつ。はい、あれは、うちも出て、でね、毎回熱湯で俺やっつけるんだけど、ある時、風呂場。ある時、本当に5、6匹いたのよ。あれ、おかしいな、これ、どっかで繁殖してんな、つって。冷水にしてシャワー。風呂側の周り全部こう、スプレーかけて、掃除のね。普通の掃除。バスマジックにみたいな。それで流したら、もう翌日から出なかった。ちょっとやってみます。やった方がいいよ。はい、あれ、すぐ死ぬから。冷水がいい。冷水で。僕、基本、お湯じゃなくて、冷水ではやってるんですけど、やっぱ減らないんですよ。だから多分、その、ちゃんと掃除されたから。熱湯だ。間違った。熱湯。あ、熱湯っすか？熱湯の。一番熱いやつにして。あー、で、それで、それで流して。そう、全部、浴槽の裏とか、全部流した。したらもう出なかった。死んだ。だからな、ピンク色とかだったらもうちょっと人気になるのかもしれないけどな。気持ち悪いですよ。ちょっと、それこそ映えるけどね。うん。もう、うまい。ありがとうございます。うまい。みきお伊達が好きすぎて頭がおかしくなっちゃったさ。もうなってるよ。お二人こんにちは。あ、はい、人参かじりついてるとこすいません。かじりついてないわ。先日とても面白いニュースを見たので、ぜひお伝えしたくてメールしました。はい。高知県のある道路。うん。車一台しか通れない道を走っていると、うん、対向車が来たというニュース。何？お互いに譲り合うことなく、車間距離を詰める2台。すると対向車の運転手が握り拳を上げるポーズを見せました。こちら側の撮影者は暴力を振るわれるのではないかと恐怖に。すると相手は握り拳からチョキ、パーと、なんとじゃんけんをしようとさえ。ああ、なるほど。そこで2台の運転手はじゃんけん。勝ったのは撮影者側。結局、じゃんけんのサインを出した対向車の運転手は負けたため、うん、ちゃんとバックして譲ったというニュース。今の日本でこんな少しユーモアで負けても、ちゃんと道を譲るというのがとても素晴らしく心の広い方だなぁと感じ、少し微笑ましかったです。なるほど。こんな方が増えるといいですね。なんだろう、ほのぼのニュースですな。今なかなかね、煽り運転とか、ねえ、ドライブレコーダーで、よくね、はい、ニュースみたいなのやってますけど、うん、手こうやって出されたらうわって思うけど、なんだろうって一瞬思うけどな、ね、じゃんけんしようぜ、最初はグーの合図だったんだねそうなんだ、ちょっと面白いね、こういうのもやってほしいですね、ニュースで、うん、あとは運転上手い人がバックをするべきだね初心者に下がれって難しいから、ああそうだね、あ、なるほど、ね、うん、島田ヒューガさん、はい、どうも、ラジオに初めてメールを送らせていただきました。ありがとうございます。暑い時期になってきましたね。うん、私は4月から診察の
初期配属で仙台に来て早くも3ヶ月が経ちました、うん、仕事を覚えることばかりでまだあまり仕事になれません、はい、ですが仙台の街は私に仙台の街は私はすごく気に入ってます。ああ、嬉しい。仕事がお休みの日には美味しいお店を探すのに奮闘しています、うん、私はサービス業をしていてよくお客様に駅前で美味しい居酒屋とか知らないかと聞かれます、うん、私自身おすすめできる店は安い大衆居酒屋しか知りません、うん、サンドの二人のおすすめのお店とかありますか。文章おかしなとこあったかもしれませんが、うん、お二人のますますのご活躍をお祈りします。ありがとうございます。そうか、3ヶ月間ねいるんだね。サービス業でねまだ来て3ヶ月でどこって聞かれてもそうだね、なかなか難しいでしょうね。でまあおすすめは餃子の8選、うん、うまいですね。ね、ちょっとサンモールの方ですけど一番町のね、うん、そこは何横丁だって文横か文化横丁か、ね、文化横丁かな、うん、8選の餃子食ってほしいね、うん、そうか居酒屋ってなるとあんまり行かないから分かんないな居酒屋さんね、うん、俺の友達がやってるその東口の春泉とかさ、うん、まあそれこそ光の店もそうですけど、ピエローズっていうか、うん、うん、美味しいお店いっぱいあるからな、うん、なんか仙台で 4,5 日いたいな、うん、仙台に 4,5 日いたい。いて何をする？いろいろなんかいろんなことしたい。何をした？釣り行ったり。ああ、そういうこと、ね。プライベートね。うん、泉ヶ岳にリフト乗りに行ったり、うん、それこそ定規さん行ってみたり、プライベートで。定規さん？え、行ってんだけどさ。行ってんじゃん。今年5回行ってるから。なんか、フラット石巻の方行ってみたり、蔵王行ってみたり、なんかこう。オフ的にね。うん、仙台に 4,5 日いたいなって最近ずっと思うんだよな。最近もうものすごい言いますね。仙台行きたい、仙台行きたい。仙台行きたい。うんうん、あまり思わない。うーん、別に言ってるじゃん。いや言ってるけど、ただ往復じゃん。まあね、うん、まあでも俺とかだとほら、俺はお墓も仙台にあるし、うん、お前家ないもんね、うん、東京だもんね、うん、なんかそういう墓参り、うん、お盆の時期もちょっと行けなかったからまた今度行こうと思うんだけど、うん、そういう意味でもなんか呼ばれてる気もするしね。墓参りしろよって。うん。うん、まあそういうのはあるとね、またね。墓参りするとスッキリするっていつもな、言ってるし。ちょっとなんか、時間作っていきたい。まあどうしても夏休みとかさ、正月休み、連休もらうと、どっか遠いとこ行っちゃうから。まあね。だから実は仙台で何日かいるってことないんだよな。なんか、そういう時間作ろうかな。うん。ビッグザ・ブドウさん。はい、どうも。数々の超人ネームで投稿してきましたが、印象に残らないと思い、この度ビッグザ・ブドウでラジオネームを統一することにしたビッグザ・ブドウです。あ、そうなんですか。ラジオショーにも投稿してこれまで5、6回ほど採用されました。ああ、ラジオショーいたね、ビッグザ・ブドウ。富澤賞の壁は厚く、なかなかシールをゲットできません。うん、近道はラジオやらせろで名前を覚えてもらって、うん、ラジオショーにつなげるのがベストかと思い投稿させていただきました。しビッグザ・ブドウ。ビッグザ・ブドウをよろしくお願いします。わかりましたよ。ビッグザブドウは知ってますか？知ってますよ。一票くださいみたいになってるから。ぜひね、ラジオショーで、うん、富澤賞を狙ってください。はい。います。人生クソダルさん。はい、どうも。約4年前にメールを送らせていただいた人生クソダルです。当時17歳だったワッチは22歳になりました。大人になったな。名古屋から東京、川口に上京し。東京じゃねえよ。正直、サンドイッチマンさんを、サンドイッチマンさんを忘れていました。うん、なんでだよ。みきおとたけしより東京を優先していたワッチを許してください。川口だろ、まず。これからメールを送り続けるので、たけし、読んでくれ。何の内容もないメールですよ、ほんとに。すごいですね。クソだるいのにわざわざ上京してきて。そうだね。ね。東京、かっこ川口って書いてある。埼玉ですか、ね、まだクソだるいんですかね。ね。大変ですね。22だからな。これからです、ね。仕事いっぱいあるからね。これから。京介さん。はい、どうも。はじめまして。いつも YouTube で聞いてます。ありがとうございます。サンドイッチマンのお二人にメールを読んでほしくて送ります。はい。自分は今22歳で、とにかくサンドイッチマンさんが大好きです。あれ嬉しい。共にボーイも好きです。おう。
よければお二人のボーイの好きな曲があれば教えてほしいです。ライブにはまだ行けてませんが、はい、ずっと大好きです。うん、サンドウィッチマン最高。お体に気をつけて、これからも活躍してる姿を見せてください。ありがとうございます。22歳。22歳でボーイ好きなの？なんでしょうね、親の影響なのか。すごいな。うん。俺でもあんまりボーイって聞いてないんだよね。あ、そっか。うん。これはなんだろう。ウォーキングマンかな。ウォーキングマンとか、1994コンプレックスとか、サマーオブ1985じゃなくて、そう違いますね、それ。なんだそれ。清水浩二郎。サマー、知らない、知らない。オブ1985。知らないな。知らない。ロースジーの CM にもな。目がシベリアだって言ったぞ。ああ、それか。それか。あとはマリオネットとかね。マリオネットね。いや、名曲いっぱいあるからな。オンリーユーもそうだけど。うん、好きな曲いっぱいあるよ。うん、ビーブルーとかね。ビーブルーだっけか。ビーブルー。あったよね。うん。あれも好きですね。はい。はい、仙台。はい。あやね浦王さん。はい、どうも。サンドウィッチマンさん、こんにちは。こんにちは。先日、自分の本名をインターネット検索したら、うん、インターネット検索したら、うん、はい、一編の小説を見つけました。おそらく素人が趣味で書いたネット小説なんですが、うん、なんと登場人物の一人が私と同姓同名でした、うん、内容は恋愛要素てんこ盛りの学園もの、うん、主人公は高校生の男の子で複数いるヒロインの一人が私と同姓同名でした。女性の方ですね。可愛い子だといいなぁとドキドキしつつ読み始めると衝撃、うんうん、このヒロインまさかのお姉さん系知女、ほう、他人の彼氏を奪う、学校中の男を食い荒らす。怖っ。保健室を私物化して、エッチな格好でうろうろする、などなど。私と同じ名前の女が繰り広げる、ピンク色の光景に目を覆いたくなりました。富田さん、あれ言ってほしいです。スケベな女でな。よく見たら、名前の読み方が少し違いました、うん。だとしても漢字が完全に一致してるので、文章で読むと私が知女みたいです。私の名前を検索すると、正真正銘私の Facebook の次に同姓同名の架空の知女の小説が出てくる。正直迷惑です。でも表現の自由を尊重し、そっとしておくことにしました。誰かに言いたいけど恥ずかしくて誰も言えなかったので、サンドさんにメールしました。ありがとうございました。同姓同名でか。ちなみに小説の文章が下手で話もつまらないんですが、つまらないのがせめてもの救いです。あ、うん、同姓同名ね。自分の名前で検索したら小説が出てきて、はあ、そいつが知女だった。悲惨だな、そんな。なるほどね。こんなことあるんですね。ね、珍しいね。夏ママさん。はい、どうも。少し遅くなりましたが、トミー、お誕生日おめでとうございます。4月だぞ。そして。そして。そしてだと思うんですけど。うん、そして。ドラマ犯人役お疲れ様でした。うん、去年の7月、熊本で笑い市で初めて芸人さんのライブに参加しました。もちろんサンドさんがいらっしゃるということで行きました。今年はなんと漫才サミットで来られるじゃありません。うん、これめちゃくちゃ、漫才サミットで来られるじゃありませんかね。そう、ずいぶん前のメールだね。多分ね。うん、来るとして嬉しくて嬉しくて、うん、楽しみにしていたのにチケット全滅でした。漫才サミットに出られる3組とも好きなのに、なんと言ってもサンドさんが熊本に来るのに行けないなんて悔しすぎでメールしています。なので熊本公演どんな感じだったか教えてください。いつもお二人に癒されております。これからもご自愛くださいませ。あ、トミー最後に嘆き質をお願いします。ちょっと前。熊本公演？いつだろう。あれ、中上さんと最後、飯食っ、あ、違う、熊本は打ち上げなかったんだよな。打ち上げなかったです。うん。なんでさ。熊本はさ、あれ、空港いつまで工事してんだよ、あれ。なんか、ずっと工事してる。プレハブみたいなね。そうそうそう。でもありましたよね。うん。うん、まあ、いいお客さんでしたね、相変わらずね。うん、だ熊本は、それこそ、病院ラジオの、産婦人科のね、うん、行きましたね、日本一子供が多くたくさん生まれる病院の、うん、そのイメージの方が強いな。確かに。で、院長さんもライブ来てくれてね。うん。うん、結構、どこどこでライブあっても、うん、行ってこいだとあんまり印象に残んないから。そうなんだよな。そこ行ったっていうね。
なんか一泊とかすりゃね、どっかで飯行きましたとかなるんだけど。ただあれだな、なんだ、春雨のラーメンみたいな。タイピーエン。タイピーエン、美味しかったですよ。中揚げさんはあんまり不満だったみたいです。ああ、あの時か。そう。で、お前もあんまりだったってやつ。ライブ前にいっぱいご飯出てきた。そう。ライブ、そう、もう間もなく始まるっていう時にご飯が出てきてね。大量のね。なかなか食べれなかったんですけど。そう。なゆきさん、はい、夏の甲子園に向けて高校野球が盛り上がってくる時期ですよね、うん、私が高校2年の時、甲子園を目指して野球部が地方予選の準々決勝まで進み応援に行った時のこと、うん、1点リードして迎えて8回の守り、うん、2アウトながらランナー2人を出してピンチになりました。あら、そして相手バッターがセンター方向に大きなフライを打ち、うん、はい、センターを守っていた選手がフェンス際まで下がったところで両手を上げて構えてキャッチする体勢、うん、やった、センターフライでチェンジや、うん、と思った瞬間、彼はフライを取り損ね、え、ボールが頭にガンと当たり、あ、宇野だ、なんと跳ねたボールが外野スタンドに入ってしまいました、まさかあの珍プレーで有名ないわゆる宇野ヘッドで逆転スリーや、結局そのまま負けてしまい甲子園への夢は絶たれた。宇野ヘッドをした彼は試合後号泣。宇野ヘッド、友達である私もかける言葉がないくらい落ち込んでました。まさに地獄に突き落とされました。ところが、このことで彼はうのっちと呼ばれ、文化祭や卒業式で面白い思い出話としていじられ、キャラが定着し人気者に。ああ、よかったね。同窓会でもこの話になると盛り上がります。うん、しかも彼自身がとあるラジオ番組に出演して、失敗談エピソードとして話し、優勝して賞金をゲットすることにもなったんです。すごいじゃん。地獄から這い上がった彼の頭にはそのボールが当たったところが剥げていて、うん、今では勲章らしいです。剥げてるうのっちって言われてんだよ。まあ可愛らしくていいんじゃないですか、ね、頭にボール当たるといえばうの。そっか、あのグローブに触ってスタンド入ってホームランだから、うん、頭に当たった、入ってもそうなんだ。逆転スリー。いやー、最高ですけどね。まあ、こんなのどこだかわかんないですし、結構前のそうなのか、取り損ねたのか。いや、俺リトルリーグの時とか、レフト守ってたんだけど、うん、あの、フライって、みんなプロ野球とかさ、見てるとすげー簡単に取るけど、あれすげー難しいんだよ、実は。どう難しいんですか？あの、自分を超えていくのか、うん、手前なのか、ここにいりゃ、なんとなくボール来んのかっていう判断。うん、それを瞬時に考えなくちゃいけなくて。あ、これ伸びてんなっていう、これ自分越されるなっていうのを、随分向こうのボールを見て確認するわけ。ね、うん。で、失速してんなとか、これ手前だなとか。そうだね。すごい難しい。野球やってなかったから、うん、草野球とかやった時に、うん、ボールが伸びるっていうのは、あ、これなんだって。そう、ここで落ちるだろうなと思ってても、まだそっから、いや、すげえ伸びるから、伸びるっていうのがあるから、うん、あとほらキャッチボールとかしてたら取れるんだけど、うん、打球ってそう違うじゃん。違う、シューって言ってるし、あのね、ノックの打球とも全然違うんだ。あの生きた球っていうのかな、うん、あの速い球を跳ね返しされたボールってね、また回転も違うし、そう、あれ取れ、よく取ってたなと思って。でも俺やっぱ何回もエラーしてるんだよね。うん、あの、レフトの時。目測を誤る。目測を誤ると苦手だったなぁ。キャッチャーフライとかだと全然取れるんだけど、うん、基本真上だとかだから。うん、あの、すげぇ、向かってくる球、ちょっとトラウマだな、俺は。結構でかいエラーしてるから。それで、またね、あの、太陽がパッて一瞬入っちゃって見失ったりとかもあるし。あと音ね、あの、金属の。うん、かけにゃんって言うと、もう、最初下がるんだけど、うん、全然前じゃん。うん、全然前だったわ、音で判断すると。そう。で、ヒットになったりして。ああ。目測は、もうわかんねえな、これ。やってないと、またね。だからそう考えると、楽天の辰巳選手なんか、本当にうまいよね、趣味。ですね。いやー、あれも難しいんだよ。ノックと全然違えじゃんと思いながら。草野球やってて、田中マネージャーのとこ行くと 100% は取れない。なんか、頼むよ、ほんとに。取れないイメージ。俺がピッチャーしてて。いやー、無理っすね。
どうなったらスリーアウトになるんだよっつったら。ちぎれてますもん、確かに。落下点に入ってるけど大体落としますね。大全部落としたからな。いや、無理ですね。難しいよね。野球見るのも本当に好きなんですけど、やるのは本当無理ですね。総合力高くないと。どこに打たしたらワンアウトになるか。なんだろうね、あれ難しい。怖いんだよね、打球が。いや、怖いよ。うん、ほんで、こう、本当にこう、伸びるからね。お、全然落ちてこねえじゃん、みたいな。うん、あれだ、外野って難しいよ。本当に。大きいボールの球威やってた人間は、ね、うん、難しいんですよ。だから、サッカーとかバスケやってたんですけど、やっぱ、ちょっと違うじゃないですか。うん、スピードとパワー。違うよ。で、片手で通るとかね。うん、とか、うん。難しいと思うわ。ね、うん、かわいそうだな。まあでも後々それがね、まあうのっちって言われるぐらいですからね、話になって宝物になってるわけですよ。いや、そうそうそう、まあ後にね、野球はね残念でしたけど、まあ甲子園が全てじゃないから、うん、まあまあいいんじゃないですか、はい、これぐらいでしょうか今日は。大丈夫ですか、時間的に ね、 ね、はい、ということで、うん、また来週です。サンドウィッチマンでした。バイバイ。サンドウィッチマンのラジオや。